みなさん、ありがとうございます。みなさん、こんにちは。<ー>それでは、嬉しいな。私もみなさんといろいろとね、英語の学習お手伝いできることを楽しく思っております。いきなりですけどね、今日いろいろお話する前にちょっと質問があるんだけれども、英語が好きじゃないよって人、勇気がある人、手を挙げてくれるそしいういる<ー>いるんだ。すごいね。好きじゃないけど入ってるんだ。<ー> <laughs> えー、でもね、どうだろう英語は好きになりたいっていう人はどのぐらいいるかなあれあれなんだよ。好きじゃ分かってるの聞こえてるちょっと何段聞こえてるかな英語が好きになりたいっていう人は手を挙げて。あんまいないんだ。本当好きになりたくないのオッケー。<laughs> OK。何じゃあこうやって質問しようかな。英語がね、得意じゃないなって今思ってる人。ちょっと英語は得意な科目じゃないな。おおちょっと増えちゃったな。 じゃあちょっとこう聞かせて英語が得意になりたいと思う人どのぐらいいるかなああねそうであってほしいよもう一つ聞いちゃっていいかな生涯にわたって英語が使えるようになりたいと思ってるような人いるかないいなあそうできたらってあもういない,い,ないのたらたらと分かった OK ありがとうなんでそんなことを聞いてるかっていうとねぜひ短い期間だけどみんなには老匠ができるできないとかいうこと以上にね このプログラムを通して英語が好きになってほしいんだな。で、英語が得意科目になってほしいし、できれば英語一生涯使えるようなきっかけになってほしいなと思ってます。そんな形でこのョ匠プログラム、ベラーさん、松下さんと、えー、ご一緒に、また先生方とご一緒に2か月間進,んで、えー、進めていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。もう事前に何座の方からですかね、20を超える質問もいただいているので。 それも倉敷さんから倉敷さんの方からね。南田、はい、さん、これからいただくのかな。倉敷、はい、さんの方からもう20を超える質問いただいているので、それを踏まえて、今日は話を、うん、まとめていこうかなと思ってますけど、大きく分けてね、4つのこと話していきます。1つ目は、老将ってのは何で、2つ目は、今回何をやるのかなアマンダさんに関しても質問が来てます、内容ね。それから3つ目は、練習の仕方 で、4つ目が発表。この4つに分けて話していこうと思います。でまず最初。老匠とは何老匠ってどういう漢字書きますかあんまり、あれだよね、老匠ってあんまり聞かないかもしれないけど、朗読はみんな知ってるよね、朗読。みんな漢字も書けるじゃないで、あれ、老に読むだ。この老匠の章は、 歌ううっってていい字を使ほしいの口って書いてね、朗唱。それを私は勧めてます。いわゆるスピーチを暗唱するんじゃないってことをまず最初に言いたいの。暗唱って言うと暗いって字書くんでしょほがらかに歌うようにやっていくあれ、去年やりましたって人はどのぐらいいるのかなん座にいるのかなおお、ありがとう。すごい、リピーター <laughs>、ねえ。もうやった人は分かると思うけど、ほがらかにね、大きな声で。 あたかも歌を覚えていくように練習していくのが私が提唱している老少学習法な,のなので、えー、まあこの「老匠とは」ということを説明するにあたってねそうだななんかいろいろ質問いただいた中で石渡先生はどのように勉強してきたんですかとかスピーチをできるようになったんですかって質問があるんですけどまずいきなり言うと私の場合には英語は全くできなかったの。ね 正直言って英語は好き嫌いっていうよりもできるようになったらいいなと思ってたけどでも全然できなかったでその中でもう相当前なんですけどね40年以上前1979年だから正確に言うて42年前かまだ高校卒業したあと、えー、大学試験全部落ちて なんで落ちたのっていうことを話してもしょうがないけど、自分の中では野球を一生懸命やっててね、野球一生懸命やってるかって落ちる必要はないんだけど、それを理由に私の前にはあんまり勉強してなかったんでね、それで一番わかんない科目が英語だったわけ。だって勉強しないとわかんないもんね。国語はまだ少しわかるけど、日本人だから、英語はわかんないよね。もうどうしようと思って、受験した大学全部落ちて、で、その時に出会ったのが、松本徹博士という先生がいらっしゃったの。あ いろいろ話しちゃうと分かんなくなっちゃうかもしれないけどぜひ先生方の覚えていただきたいんですけど私、えー、先週かな松本徹博士のことに関してポッドキャストでお話をしておりますぜひ聞いてほしいな松本徹博士っていうのは戦時中にねアメリカにたまたまいてでその時に戦争になっちゃったから日米大戦わかる太平洋戦争その中で戦争中に日本人としてみんなの偏見をなくしたいということで、うん、1000回ぐらい英語で講演をされた先生の。 でその後、日本に戻ってきて、ラジオ英会話というのを、ね、20年以上担当したので、もちろん日本でも有名な先生なんですけど、まあ、その話をしています。で、えー、先生がね、そういうふうに戦争中でもアメリカ人と日本人としてコミュニケーションを取れた。それはなぜかというと、書くことあるコミュニケーション力が英語,で英語力であった、スピーチ力があった。で、その先生が、えー、作った学校に私、行ったんですよ、ね。で、その先生が教えているもの、いろいろあるんだけど、コア。 一番のコアのカリキュラムかカリキュラムというのが牢章だったのでそれを通して私も、ね、英語全くできなかったけど何なんだろうと思いながらケネディ大統領だとかね、えー、リンカーンだとかもうリンカーンなんか肉声も残ってないよねキング牧師だとかそういうスピーチを一生懸命練習してできるようになったと思ってますですので牢、ね、章というのはいろいろ皆さん質問をいただいているんですけど 単純に言うと英語力を高めてくれるものですいろんなものにね、付随してるから。でなぜかというと、言葉って、人間の言葉、言語って、何語でも、まずは声に出していかないとできるようにならないじゃない。赤ちゃん見てよ。ね、もうすぐ声出すよね。言葉できないうちから。でも体も動かすし、そうやって得得していくものなんだね、言葉って。で、それを、なんていうのかな、簡単に言うと、 システマティックにできるように、そのプロセスを大人になっても体験させてくれるのが老匠のプログラムなの。なので老匠とは何度やって今話をしてるんだけど、まずは朗らかに大きな声を出しながら言葉を自分の中に入れていく、英語を自分の中に入れていくっていうプロセスです。よくね、覚えられるんでしょうかって質問を受けるんだけどあの、まさに覚えていくの。暗記じゃない。暗記はしなくていい。 自然と覚えてしまうもう言葉がこう出てくるように練習していくある意味フィジカルなエクササイズだと思ってくださいねでどんな英語のレベルの人も大丈夫だから私の例出しましたけど私は本当にできなかったことが自信なの <laughs> 教師としてやっぱりできなかった自分がいるというのがね教えることに関しても自信を僕は個人的に与えてくれてるんですけどできない人も大丈夫だしできてる人も相当面白いと思うよ もう超上級者の方、まあ、英語教育で頑張ってる先生方も実はョ使プログラムやっていただいてるんですけど、すごい面白いっておっしゃっていただいてますので、まあ、どんなレベルの人もできる。で、いろんな意味で、英語力、ただそのテスト勉強だけじゃなくて、コミュニケーション力も含めてね、えー、力つけていって、将来に、生涯にわたって、英語が使えるようになる、まあ、そういうきっかけになるプログラムだと思ってます。 ちょっと髪見ながらね、質問いただいてるのでね、質問答えないといけないと思うので、お話しさせてもらうねス。スピーチをすることにより、どのような力が身につきますかということを、えー、いただいてます。今ちょっと話したんだけど、もっと聞きたいなと思ったら、ぜひ聞いてね。スピーチというのはね、実はね、聞き手とつながり合うっていう経験をするわけ。言葉を話すっていうのは、聞き手とつながり合わないと意味がないよね。だから実は、1対 たくさんの人たちだけじゃなくて、1対1のコミュニケーション力を上げるにも力がつくんです。なので、まあ、どのような力が身につきますかコミュニケーション力、そしてプラスアルファ、さっき言ったように言葉の能力、言語能力っていうのが伸びていきます。ちょっと純不にいろいろよくね、せっかく質問もらってるからそのまま答えます。大学受験の英語と実用英語は違うと思いますが、点々点っていう質問があります。はい、確かに大学受験と いや、言わずね、いろんな試験があるよね。で、試験に応じて、その試験で聞いてるところっていうのは、いろいろ違うわけだ。ね。だけれども、まあ、私の答えとしては、そう、え受験でもテストでも、それものによって、いろいろ違うものがある。テストの中でも違うもの、いろいろありますからね。でも、実用英語とどう違うのかということに関して言うとね、こういう答えをあのしたいと思います。このローションプログラムやるとね、 いろんな試験、大学受験も含めて対応できる能力がつくと思う。というのは、試験ってね、英語力をチェックするわけだ。だから、受験問題もそうですよ。英語力があれば、もっともっと簡単に解けるはずだよね。そういう意味で、受験に対するテクニックは教えないけど、受験で問われる英語力は伸ばすことができますから、ぜひね、それも楽しみにやってもらいたいと思います。 単語を早く覚えたいんですけどっていう質問なんですけど単語早く覚えたい人ああすごいね結構日本人は単語文法とか覚えなきゃいけないと思って頑張ってやってるそれは悪いことじゃないんだけどなかなか覚えられない、ね、でそれはなぜかというとやっぱりねまず第一に単語が自分の言葉になってないんだねなんか外から借りていくものを一生懸命覚えてるような感じ そうじゃなくて、自分のものとして覚えるようになった方がいいし、単語を、ね、早く覚えたい人は、ね、ぜひ老匠やってほしいのは、そういう意味で、言葉が、ね、もっと身近に感じられる。あと、もっと具体的に言うと、音の練習を徹底的にしていきます。今日は、ね、たくさん発音について質問をもらってるんだね。ものすごいね、みんな、ね、発音練習しようと思って、頑張っているんだなと思って、嬉しく思いましたけど、言葉ってまず音から覚えるよね。さっき赤ちゃんの話をしましたけど、 赤ちゃんってまず音で、覚えるわけだだ読み書きは後だで音で覚えられるようになると何が起きるかというとね、脳がね、柔らかくなるの。単語にかかわらず、単語だけじゃなくてね、英語早く覚えたいでしょ、いろいろ。でそういう能力を作るためにも、この老ンのトレーニングっていうのは非常に役に立つので、後でもう少し単語のことに関して言いますけど、それにもプラスになります。受験にもプラスになります。 あと人前で話すの苦手なんですけど大丈夫なんですかって質問を受けてるんだけどなんかいる皆さんの中でちょっと人前で日本語でも話すの苦手だなっあちょっとさすがだねちょっと苦手な人の手の上がり方はちょっとおしやけどね <laughs>、okay、こんなになったら嘘だよね <laughs>、okay うん、今までね日本語でやるのも苦手だと思うものが英語でやって得意になって日本語でもできるようになるっていうプロセスもあるので、ね、楽しみにしてほしいと思うまさに老匠は 人前で話す練習をしていくので、これを通して、今までそういうことに関して苦手意識を持った人もね、書いてほしいなと思っています。以上、老匠に関しては一般的な話ね、えー、このぐらいでお答えにしようかなと思うけど、何か聞きたいなと思う人は質問してね、あとでベラさんに聞きますから何かありましたかってことで聞きます、ね。さあ、いよいよもう少し具体的に話していきましょう。えー、2番目に、 今回の牢章の内容、アマンダさんに関してお話していきたいと思います。みんなも見てくれたってことだよね、さっきの手を挙げてくれたってことは。OK。でしたら、もう皆さん分かっているように、アマンダさんはものすごい人なんですよ。で、彼女の詩はものすごいものがあります。質問の中にね、どうしてアマンダ・ゴーマンさんの詩を今回の題材に選んだんでしょうっていう質問が素晴らしい。 そこかから答えようかなこのスピーチの朗賞を今まで練習私もずっと続けていくな、えー、続けてきた中でやっぱりねいいものはこう染み入るものなのね自分の体にでただ染み入るだけじゃなくてそれを話すことで聞き手の気持ちが変わって行動が変わってそして社会が変わるようなものそういうものはね あるんです世の中に。で、そういう中でね、いろいろ今までやってきた、先ほども言いました、ちょっとケネディ大統領の話もしたな、リンカーンの話もした、えー、キング牧師の話もしましたけど、わかる今言ったような人たちって、歴史的にあの時あのスピーチをしたことで、国がまとまっただとか、ね、歴史が変わったっていうね、スピーチをしてるんです。で、そういうものをね、題材にしてるの。まあ、いろいろありますよ。 教材としていいだろうなと思うのいろいろあるけどまず選ぶ一つの基準としてはズバリ言って歴史を変えるようなものその時歴史が動いたってなんかテレビ番組があるみたいだけどでそういうものを選びたいなと常々思ってる中で今年の1月に私も初めて知ったのがマンダさんですよアメリカの大統領就任式でね皆さんご存知の通おり、まあ、去年からアメリカってものすごい分断されて大変な時だった。 大統領の就任式も行われるかどうか分かんないぐらいだったんだよね。私も夜中のね、2時、3時にね、中継見てた。<laughs> ちょっと眠いまなく、こうやって我慢しながら見てた。バイデンさん、どんなスピーチするのかなと思って見てたら、なんと少女が現れたと思って。何この子はと思ってね。着てるものもね、ものすごい素敵だしい。<laughs> と思ったら、私だけじゃなくて、もうね、瞬間あの、いろいろほら、 SNS とかあるじゃないそこで一番話題になったのが彼女の話ということなんですよ。彼女が自分の詩を朗読したわけですね、あの場でね。で、その時にアメリカが一つになった。就任式が本当に一つの、うん、素晴らしい形で行われたという形ですね。で、さらに就任式だけじゃなくて、将来的にも今アメリカはまたいろいろ変化あると思いますけど、彼女がオピニオンリーダーになってる。若干23歳だ。 今で,も今でも、就任式の時はは22歳だ。すごいよね、えー。まあそういう彼女です。僕のビデオで話したように、まあ、将来どうなるかわからないけど、本人的には36歳になったら大統領になれる年齢になるから、アメリカの大統領になるって言ってる彼女です。そのぐらい、えー、行動力も発言力も,力も能力もある方だというふうに感じたので、教材にしてます。 まあ、アマンダさんのことについて聞きたい人がいたらぜひ聞いてね。でスピーチの時に一番心がけることは何ですかって質問も頂い,いてるんですけど繰り返しになりますけどやっぱりただ暗記をしてるとか覚えて言えるっていうこと以上に相手の人とつながれるかどうか自分なりの気持ちを込めてアマンダさんの言葉なんだけどそれをしっかりと理解してそしてその言葉を自分なりに咀嚼して聞き手と つながれるかどうかっていうのを最終目標にしています。だからそこはね、まあ、最終的なポイントだと思って練習してほしい。ただ同時に、ステップがあるからで。特に英語はもちろんね、我々にとって外国語なので、英語も学ぶためにやってるわけだから、まず最初のステップは、もう徹底的に同じように言えるように頑張ってほしい。もちろんね、ね、男の子、 男性諸君の声はアマンダの声にならないけど、あの声をまねろって言ったわけじゃないんだけどね、ものまねしろってわけじゃないんだけど、英語の話し方。彼女はね、あのスピーチ・インペディメントがあったんだね。彼女はネイティブスピーカーだけど、R がうまく発音できないとか、子どもの時代から問題があって、それを克服していった人なの。だから、ね、発音がすごい丁寧。普通、アメリカ人って知ってる イギリス人に言わせると、もうね、怠慢だと、ちゃんと発音しないと、ブラブラブラって言ってるって、今イギリス人はそういうよく言うんだけど、アマンダさんはそういう怠慢さがないの。音に関して、すごい丁寧に発,声してます発音してます。だからそういう意味で、我々もね、いい学ぶチャンスなので、アマンダさんが言ってるな息遣いだとかも含めてね、しっかりと練習してもらいたいなと思ってます。そういうところを大切に練習してもらいたいと思ってるのが、アマンダさんの詩なんです。 でもうみんな見てもらったから分かると思いますけど、今回ね、練習の方法をこれから話していきますけどね、この皆さんに渡している The Hill We Climb to for GLE Participants というのは、この本のごく一部をね、やっていきます。彼女の手話6分間披露されたんだけど、そのうちの1分間だけ披露する形になっています。練習の方法にちょっと話して、えー、移っていきますけど、その前に忘れちゃうといけない。 ここにアプリを取得するってのありますよね。おそらくみんな、このページ行くと、上の方に、これでモバイルデバイスからすべてのコースにアクセスできます、アプリを取得するっていうのを見れると思うの。これをクリックして、ぜひ、Kajabi っていうんだけど、これのアプリをダウンロードしてほしい。無料だからね。えー、知っての通おり、うん、iPhone だったら Apple Store だし、えー、違ったら Google プレイだと思うけど。 そちらからかダウンロードできますこれをしとくとスマホだとかタブレットからいちいちいち毎回あの、うん、ログインしなくても使えるようになるのでぜひそれはログインしてください。今私は自分のパソコンの画面をシェアしています。でこれをクリックするともう見てもらってると思うけど今僕が話した以上に少し具体的にアマンダさんの話をスピーチの背景を話してますよね。 それから6分弱の詩のが全て見れるようになっている。で、ここで Recitation Part と書いてあるところが今回のみんながやる部分の労働、うん、が入っているところだね。詩が入っているところです。ただしみんなの場合には実はこれはレッスン1からレッスン7まで入ってるんだけど、今回時間の都合上、レッスン1からレッスン4まで5、6、7の部分はやらなくていいっていうふうにしています。聞いてると思うけど。 We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true that even as we grieved we grew that even as we hurt we hoped that even as we tired we tried that we'll forever be tied together victorious not because we will never again know defeat but because we will never again sow division.ここまでなんで40秒ぐらいだねでもこの40秒の中にもものすごい人の心を打つ考えさせる言葉がね たくさん入ってますでそれを練習して欲していで練習方法に関しては単純に言ってここの「レセテーション・レッスンズ」って入ってますけど順番に一つ一つ丁寧に見てほしいんです。ぜひ飛ばさないで。あと順番のことで言うとこの上のところでちょっと話してるんだけどまずは発音をしっかりと練習してほしいの。最初に意味とか知りたいと思うかもしれないけどその前に発音練習入ってほしい。 である程度言えるようになったらこの意味は何なんだろうなってもっと興味持つと思うので同じ意味・用法のビデオを見てもらうのでも理解度が変わると思うんですよねただ表面的に英語を日本語に訳して説明してるわけじゃないかいろいろ分かってほしい部分があって、うん、その言葉の背景とかそういうことに関しても話してます英語で考えるということを実はそこに重きを置いて このプログラムを作ってあります最終的には英語で理解できること日本語だけじゃなくてだからこの順番をもっと言うと発音に関しても日本語の発音編を見てから英語の発音編を見てほしいこの逆英語の発音編を見てから日本語の発音編を見てしまうとなかなか英語で考えられなくなってしまうんですね英語を見てから日本語を見ちゃうとなかなか英語で考えられなくなっちゃうの 聞聞いてる聞こえてるるこえそれはなぜかってすいませんお隣同士で1分間で今話してくれる僕の話は聞いてると疲れると思うからお互いでいいよ今席の隣にそうなんであれちょっと石渡何言ってたなんかにえ英語を見てから英語の解説ビデオを見てから日本語の解説ビデオを見ると英語で考えられないって言ってるけどなんでだろう,うどうぞちょっと鐘が鳴ったところでいいや どれだけいるこれが答えじゃないかなって方先生方もしよろしければマイクを渡していただければ先生さんの声聞きたいんですけどはい手を挙げてくれてるねありがとうございますクラシックかなはいどうぞ2年11組2番鹿添也ですはい英語は英語のままで理解できないかなって思いました お素晴らしい。そうだよね。英語で考えるっていうことができるようになるためには、英語は英語で理解しなきゃいけない。でもそれ難しいよね、なかなかね。難しいけれども、英語を蓄積していくことができるの、頭の中に。ところがね、一生懸命英語を蓄積するつもりでも、日本語に変えてしまうと、最終的には日本語が残っちゃうんだね。最後の方が残っちゃう。ただですら、日本語はしっかりと頭に残るから。 だから、どちらかというと、日本語である程度、前知識を入れといて、英語でしっかりとそれを塗り替える、もうそっちに変える、張り替えるっていうのかな、最近の言葉でいうとね、そういうふうにしてもらいたいの。日本語の情報を英語に置き換える、英語を日本語にするんじゃなくて、でそこにこだわりを持ってるから。だから、繰り返しますけど、練習の仕方基本中の基本は、この順番にやってほしい。まずはマンダさんの このレッスンン、早速みんなも2週間後レッスンさせてもらうけどたった7秒だ、ねで。彼女はこれ読んでるんだけどみんなの場合に読んじゃダメよもう。見ないで言えるように7秒間見ないで言えるように、えー、1週間2週間かけてしっかりやってほしい。まあ、今回2週間あるけど次回からは1週間おきだと思うのでね、うんまあ、7秒ぐらいだから。 毎日毎日やってもらうってことも大切なので、あとでもう一回繰り返して言うけど、練習しながら言える癖をつけてほしい。で、その言えるようになるためには、音をしっかりと練習してほしいので、私のレクチャーを見てほしい。まず日本語で10分間ぐらい解説を渡してます。この10分間の解説を聞いたらね、おそらくみんなね、ほとんど、すべてじゃなくても、僕は何言ってるかって分かると思う、えー。こっちはね、14分ぐらいだね。だからこっちの方が英語の方が長いんだけど、情報量が多いんだけどね。 か、えー、かってくれるんじゃないかないと思うで、練習します。発音練習します。We close the divide because we know to put our future first.We must first put our differences aside. で、言えるようになってから、ね、スムーズに言えるようになったら、この意味用法を見てほしいと。ね、たった7秒だけど、日本語で僕は20分くらい解説するね。これ、いきなり時間取れないという人はちょっとずつ分けてくれていいけど。 英語の方はさらに長いんだな。25分間ぐらい話してますで。徐々にこの言葉の背景にある意味とかいうのも分かってもらうように作ってますので、ぜひこの順番でやってほしいと。当然、みんな2週間後にあるレッスン1ね、えー、クラスの前にはこの全部見てほしい。1、2、3、4、5、5本はあるので、これはしっかり見てきてほしいなと思います。同じくレッスン2。 もうすぐレッスン2の場合、みんなの場合、11月4日か。11月4日までには5本見てほしいんだけど、今3本しかないね。あんまり先見せてもいけないかなと思って上げてないんだけど、上げときます。ここには発音編しか載ってないんですけど、意味、用法も後で載せておきますので、まあ、見てください。で、4まで、レッスン4までやってもらうということです。よろしいかな で、ただ見てればいいわけじゃなくて、見たらね、ちょっとずつ止めながらでもいいから、やっぱ声出し、常にしてほしい。練習法に関して言うと、ポイントはね、短く分けてやってほしいの。まあ、ただですら、レッスンは7秒だから短いんだけど、we close the divide から実は始まるよね。we close the divide, we close the divide は4単語だけ。その次の文章に行く前に、we close the divide だけを言えるように心がけて、 初めはこう見ててもね、we close the divide って言っても、見ないで we close the divide, we close the divide って言えるように練習してほしいんです。で、これ we close the divide ってどういう意味なのかなって思,思ってくるから、やればやるほど。そして僕のビデオ見てもらうと、どういうことかなってわかるで、その上で今回グループに分けてるじゃない結構大切なことは、さっき毎日やってほしいってことをちらっと言ったんだけど、例えば通学途中で声出しはできるよね。例えば、 お風呂入りながら例えば何かしながら声出しはできると思うそういう時にはしてほしい各自でも同時にみんなで練習してほしいんだな願わくば毎日練習会持ってほしい願わくば10分でもいいからねええ始業前でも終了後でも毎日ねちょっと集まって練習しようよってね声出しをやってほしいんだねえー、合唱みたいに一緒に声出す時はあってもいいし一人一人やって聞くっていうのも大切 で練習の仕方でもう少し言うと、ただ声を出すだけじゃなくてね、質問の中にジェスチャーとかどうやって覚えるんでしょうかとかいろいろもらってるんだけど、相手にどう見られてるかってことも意識しながら話す練習してほしい。まずは聞き手を見なきゃだめだよね。だから例えば自分の部屋で練習してるときには、自分の部屋の家具を見ながら、これ人だと思って話すわけ。椅子だな、机だなっていうのは、椅子じゃなくて A さん、B さんみたいなつもりで話して練習してほしいし。 松本先生がね、ちょっと一瞬あれですけど、あの本に書いてあることでね、僕も実行した中でね、素晴らしかったのはね、例えば公園に行ったら、木があるじゃない木の葉を見ながら、花を見ながら、その人、それが人の目だと思って話す練習をしなさい。川に行ったら、石を見ながら練習しなさいと。常に相手を意識して話す練習をするで。そういうふうに、ものを使っても練習してほしいんだけどね、まさにみんなでグループで練習できるって最高だよね。で どういうリアクションするのかなと思いながら話すのも大切でそういう中でね自然と手も動いてくるんだねそういう中で姿勢も正しくできるようになってくると思うでそのためには聞いてる人もあちょっとこっち見てなかったよねとか <laughs> 首曲がってないとか何かちょっと足が緩,緩んでないとかね姿勢が良くないんじゃないとかそういう指摘もしながら練習してほしいと思いますそういうのをねできれば毎日ちょっと時間を持ってもらえればなと思います そうするとね、楽しいし、最後ね、達成感も感じてくれると思います。疲れたと思うけど、もうちょっと話すね。質問に答えます。発音はどのように覚えていけばいいんでしょうか発音が結構あるんだね。ちょっとパーって読んじゃおうかな。発音で気,につけること気をつけることは何ですか発音が上手になる方法を教えてほしいです。息継ぎのタイミングのポイントはありますかすごいよね。L と R の発音がつかみにくいですが、コツがありますか アクセントのつけ方のポイントはありますか浪晶する際、長文をスムーズに読むためのコツがあれば教えてほしいです。まあ、こんな質問を例えばいただいてますけど、すばらしいね、本当にで。まず単純に言うと、僕が今しつこく言ってた、あのビデオで説明している通りにやってほしい。そうすると、L の発音の仕方 R の発音の仕方も全部説明してるから、ね。息継ぎの仕方も説明してますから。ここで切ってねとか。 そういうことも全部説明しているので、その通りにやってほしい。どのように覚えればいいのか、どういうふうに発音するのかってことを細かく説明してるから。で、アクセントも大切あ。ちなみにアクセントの簡単にちょっとレッスンしようかな。これはあの1から4までのレッスンに入ってるかどうか分からないので、いっちゃおうかな。日本語と英語のアクセントの違いは何でしょうか誰か答えられる人。あ、これもちょっと30秒だけ。 30秒で難しいからお互いに日本語と英語のアクセントどっか違うんだちょっと話してみて。 オッケーどなたか誰か息を持って手あげてみて、なんかこういう話になりました。英語と日本語のアクセントの違い。お、素晴らしい,おい。お願いします。どうぞ。南山、はい、はい。南山高校から。えっと、えっと、違ったらごめんなさい。お、2回目じゃない、えっと、はい。この前、去年やってくれたよね。あ、はい、そうです。去年やっました、はいおお。お疲れ様でした。素晴らしい司会だったね、去年。もう感動してたよ、聞いてて。あ,ありがとうございます。 自分も石渡さんの,あの講義も何回も受けさせていただいて、英語大好き人間になりました。おーすごい <laughs> !You made my day! っていうこと言うんだけど、僕の一日をすごい幸せにしてくれた今の表現でありがとう。こちらこそありがとうございます。はい、えっと、僕が今思ったのが、英語は子、えっと、音の方にアクセントあ、失礼しました。日本語が子音の、うん、日本語が あの子音にアクセントをつけがちで、うん、英語が母音の方にアクセントを持っていくのかなっていうふうに思いました。どうどうですかね。うん、面白いな。例は例はどういう例で言ってるの？いや、えっと日本はこ,ことかあとかも全部その子音がはっきりわかるように発音するなって思ったっていう感じで。 え英語は僕も自分も言ってて微妙だなと思ったんですけど <laughs> でもでも日本語の場合はなんか母音よりは子音をはっきり言うのかなっていうふうに思いましたおなるほど面白いねありがとう面白いねっていうの答えってことは実はそれは答えじゃないんだけど僕は期待してたでも面白いねそれねなぜかっていうとね実はですねまず日本語と英語の大きな違いは皆さんねあいうを書き こうしすせそううで分かるように日本語が必ず母音がついてるんですよ。子音だけってないでしょうんとかあるけど。わかる母音があるじゃない。英語の場合には子音だけっていう言葉があるよね。単語的に。わかるかな子音で終わる。母音で終わらない。終わりが。だから多くの日本人がやっぱりやりがちな間違いは、入れちゃいけないところで母音を入れちゃうっていうのがあるよね。わかる発音的にはそこは難しいんだよね。でね、今彼が言ってくれたことでね、 あってるるところあるんだよ。それ素晴らしいと思った。それは何かというとね、英語の場合って実は今僕が話したことと逆のことを言うようだけど、母音が大切なんだな、母音が。母音のところにアクセントがあるの、ストレスが。で、ストレス、アクセントっていうと、強く言うとか思うかもしれないけど、そうじゃなくて、そこを目立たして言う。あんまり話は長くここでするつもりはないけどね。よく 外国人なまりっていうのはね、英語でアクセントっていうの、外国人アクセントっていうの、フォーリンアクセントっていうの、アクセントが変わっちゃう。日本語の出すアクセントと英語のアクセントは違う。で、英語の場合には、例えば僕は変な日本語話すよ。英語の場合には、ちょっと変だな。<laughs> ちょっと変ですね。<laughs> なんか、変ですね。とか、この母音を伸ばすんだよね。日本語の場合、タタタタタってみんな同じじゃない。英語の場合には長い音、短い音ってある。だから僕の、 発音のレクチャーでは、やれ、星型だとか、四角だとか言って、ダダだダだダだだとかやるんだけど、その、ね、違いを分かってほしい。だからそこのところ合ってる。でもね、一つだけまず言うと、実は答えはね、英語って最後の音が一番アクセントがある。日本語は最後の音が一番アクセントがあるわけじゃなくて、弱いでしょ。でも、英語で話すと、最後が一番うるさくなるんです。 かるだからそういうようなことをね、えー、含めて僕の解説ビデオで色を変えてるからアクセントストレスがあるところは黄色であるんだけどオレンジのところオレンジのところが一番長く目立たせて音の音調も変えて言うんだっていうのを意識して練習してほしいなと思います OK、えー、もう少し質問に答えていきます老する際,際 長文をスムーズに読むためのコツがあれば教えて欲しいですこれはまさに区切り区切りをしっかりと言えるようにするっていう練習が最終的には長文をスムーズに痩せてるのねだから僕のビデオでは一単語一単語の説明よりも区切って説明しています最初の文章だったら we close the divide って4単語を1単語のように読むように授業してますからそこをしっかりと練習してほしいです 英文の単語がつながって聞こえるところは、ゆっくり1単語ずつ言ってもよいのでしょうかって質問ももらってます。練習するときにね、例えば、we, close, the, divide っていう1単語1単語やるのももちろん OK。ただし、勘違いしてほしくないのは、話すときにつなげないと非常,に不自然不あの非常に不自然になります。これね、ありがちな日本人の英語が片言英語って言うでしょ 片言英語なのね、読んでる時も片言なわけ。ちょっと日本語の片言を日本語読むよ。今の同じ文章を1単語ずつ言うよ。英文の単語がつながって聞こえるところはゆっくり1単語ずつ言っても良いのでしょうかって例えば日本一生懸命英語。 日本語を勉強している人がいたとして、外国人がいたとして、こんな日本語を話されたらさ、ちょっと聞いてるのつらくなるよね。だからそういう状況なわけよ。きれいに日本人が英語を読んだとしても、1単語ずつ丁寧に言うと、そういうふうに聞こえるわけ。わかかるかなだから、区切りごとに、たとえその区切りの中に4単語が入ってても、1単語のように言う練習をするということが大切です。 アクセントの強弱は何を記事につければいいのでしょうかこれも説明しています、文章で。ぜひね、見てください。そして質問、違った質問、表現力を高めるためにジェスチャーのコツはありますかこれもね、いろいろ教えていきたいと思うんだけど、一つだけまず今日は教えたいと思います。できれば、なるべく自由にジェスチャーを使ってほしいんだよね。で、そのためにね、ポイントがあるの。まず一つ、大きな反ジェスチャーするためには何が必要かっていうと、 肘肘に意識を持って。反ジェスチャーと手に意識を持つかもしれないけどね。肘もし肘が体についてたら、大きな反ジェスチャーできないよね。こんなになっちゃうよね。<laughs> 肘が離れれば大きくなるよね。だからね、まず意識してほしいのは肘なの。肘を体から、まあ、常時ではないけど、こう離していくってことができるようにならないと、こんなになっちゃうとジェスチャーがワークしない。あともう一つ教えようかな。常に両手を使っていると変だよね。 だから片手、ね、片手。アマンダさん見たら非常に優雅です、手の動きが。ね、だから、時に片手だけ。ね、で両手を使うときもちょっとこう、非対称に使うとかね。そこら辺のところも使えるのはすごいな。それを期待するな。あと、いろいろ言いたいな。もうちょっと言っちゃおうかな。手をただ動かしていると、なんか忙しくて分からないよね。だから手を止めるっていう。止めて話すっていうことを学んでほしい。 まあ、いろんなポイントがあります、えー。できる範囲の中で今回も教えてあげたいと思うけど、今言ったことをちょっとね、ヒントにして、それぞれから考えてやってみて。あ,あともう一つ言おうかな。<laughs> 後で言ってもあれだから。ここがね、手のひらがパワーなんですよ。あちょっとみんな、ジェスチャーできる人はジェスチャーしてくれる英語で、I don't know。I don't know って言ってみて。I don't know。あ、すごい。あ、すごい。今、南山の彼、I don't know とかやってた。 そう,そうそうそう。そう。こ I don't know.I have no idea. こういうジェスチャーになるんだね。アイロンの日本語だったら分かりませんってやるよ。<laughs> だけど英語の場合こうなんだで、何が起きるかっていうと、手のひらが上に上がるの。ギブアップ。I don't know。で、多くのね、アマチュアのスピーカーを間違えて、こうやって話すんだね。もう全部ギブアップ <laughs>、ね。そうじゃなくて、例えばトランプ見ると分かるけど、トランプなんかはね、常に手のひら見せてた。こうやるときもあるけど、パワーを見せたいから。でパワーを見せたいときには手のひらを オーディエンスに向けるっていうのも一つのことだと思ってちょっと覚えておいて。周囲を見ながら話すコツを教えてほしいです。これもいろいろあるんだけど、さっきも言ったようにまず練習ではいろんなものを見ながら人の目だなと思って話していくことは大切。で、その上でね、もう一つじゃ教えるけどあの、聞こえたら僕の英語ちょっとリピートしてくれる ?Zigzag eye contact。 ジグザグアイコンタクト。聞こえたジグザグわかるジグザグって。ジグザグってね、このジグザグ、ジグザグっていう。ジグザグアイコンタクトが必要なんだね。どっちに見られるかわかんないようなアイコンタクトが必要なの。それと対比してよく言われるのはウィンシュールアイコンタクト。ウィンシュールワイパーって知ってるウィンシュールワイパー。車の。こう行って、こう行って、 こう言ってっていうのはいいアイコンタクトじゃないの。ジグザグっていうのはアットランダムにね、見ていくっていうのが大切なの。だからそこら辺もね、気にしながらぜひ、詞を見ながら話すコツっていうのを練習してほしいな。で、効率の良い練習方法は何ですか一番大切な部分はやっぱりみんなとお互いにそういう意味で練習し合うってことが大切。一人だけで頑張らないでやってください。ああ。 すごい質問が来たので、これだけでも結構時間になっちゃったけど、大丈夫かなあと発表会、発表会のことはまベラさんがこれからお話しされると思うんですけど、発表会に向けてね、こういう質問いただいてるんですね。レセテーションコンテストの点数の内訳はどのような感じでしょうかと。すごいね、発音何点でしょうか、アティチュード何点とか、そういうのありますかってことですが、答えはこのョ章の練習会では点数化しません。言葉は 点数化できないよね。しようと思ったらできるんだけど、無理やり。そういう方法よりも、いかに自分が気持ちを込めて話せたかっていうのはね、人は感動するときに感動するんだな。これは何点とかいう感動じゃなくて、感動を与えられるっていうのはね、点数化できない。なので、点数化した採点はしない。けれども、今言ってくれたように、発音も大切なポイント。アティチテュードも大切なポイント。今さっき言った、 アイコンタクトも大切、ジェスチャーも大切、それぞれを見させてもらって、その人なりが最終的にどういう,うに伝わるかなってことを見たいなと思ってます。あとはあの発音だけじゃなくてね、声で言うと、人間の声っていうのは楽器みたいなものだと私は思ってます。だから声の出し方ただ大きな声で話してるだけではなくて、この オンラインになると私もついつい大きな声になりがちなんだけど聞こえてるかなと思ったらずっと大きな声出してる。でも本当はソフトの声出したりとかね、工程の差を出したりとか、そういうのも音楽の音のように考えてビートを変えてみるとかね、えー、そういうこともね、見たいと思ってます。でもそれぞれの工夫があっていいから、最低方式ではいかないです。芸術作品のものだからね、ようなものだから。というふうに思っております。あとはベラさんの方から老少で一番身につく もの英語以外の力は何ですかということももらってますね。あと、石田さんにとっての労書とは何ですかということもいただいてますので、まとめて話すと、まさに英語、もちろんプラスだって話をしましたけど、英語プラスアルファにね、人間の言葉としての使い方とかそういうのをね、改めて考えさせられる。人間のコミュニケーション、人と人とのコミュニケーションということも考えさせられる。というのを思ってます。だから単なる 英語の学習だけではなくて人として自分としてどういう生き方をしてるのかなどういう発言をしてるのかなどういう言葉を使ってるのかなってことを考えさせてくれるようなものが老匠だと私にちょっと思ってるしそれが身につくと思っておりますので皆さん頑張ってやってください、えー、ベラさん一生懸命みんなの質問に答えたつもりですが何か抜けてることがあったらおっしゃってくださいあのぜひあのクラブハウスと朝活の アナウンスもお願いいしますはい、朝8時、みんな何やってるちょうど始業前でしょ合ってるかな授業はまだ始まってないよね。8時からね、10分間、毎日じゃないんですけど、火曜日の朝と木曜日の朝、今朝もやってたんだけど、ズームを使って、音だけで入ってもらってね、声出し練習10分間やってんの。あの朝のラジオ体操ってあるじゃない、NHK の。 それにちょっとかけて、朝の老働運動って言ってるんだけど、老働体操って言ってるんだけどね、10分間、えー、無料ですので、皆さん入ってほしいなと思います。ただし、これは11月になったらやらないの。今月だけだから。10月だけだから。えー、火曜日と木曜日、来週の火曜日と木曜日、時間が取れたら来てください。そのリンクはお渡ししてあると思います。あと、クラブハウス。クラブハウス、聞いてるって人いらっしゃるの高校生、聞いてるのかな 誰も知らないクラブハウスって何かってあの。危険なものじゃないから入って大丈夫だと思うけど学校で問題なければ。あのスマホだとかね iPad を使ってあのラジオみたいなものなんだね。聞ける誰か。でそこで自分で発言しようと思ったらマイクもらって発言できるんだけど私は週に2回クラブハウスというものを使って授業をやってる30分間。 で一人一人のね、まあ、時間のある限り聞いて音を直してあげてるの。だから先ほど、特に質問の中で発音だとかそういうことありましたけど、そういうことに関してはね、とっても勉強になると思います。水曜日と日曜日の夜なんです。水曜日は夜の9時から。日曜日は夜の8時半から。ですから、今度の日曜日の夜も8時半からやります。アマンダさんの詩の練習をしてる人、全員集まれって言ってやってるの。まあ、全員集まんないんだけど。 時間ある人集まってもらってるので、ぜひそこにもね、参加してみたらいいんじゃないかなと思います。それがクラブハウス、水曜日の夜9時、日曜日8時半です。以上でよろしいですかあと何か本当に質問があるとか、聞きたいこととかありますかそう言われてなかなかないと思うけど。 オッケーじゃあ、ベラさんに変わる前に最後にもう一回聞かせていい英語が好きになりたい人はどのぐらいいるかなこれ手を挙げるしかないな。よし、オッケー。英語が得意になりたい人はぜひ、英語一生使えるようにね、この2か月間かけて練習してくださいね。じゃあ、ありがとうございました。ベラさん、お願いします。松井さんありがとうございます失礼します。ありがとうございました。 松下さん、はい。この後引き続きあのリーダーの方と打ち合わせ進める形でよろしいですか。大丈夫です。はい。今日は皆さん集まっていただいてありがとうございます。えっと私もえ生徒として皆さんと同じ立場の生徒として今このローションプログラムを一緒に勉強しています。 であのまあ、林ベラって言っても当然もう英語ベラベラでしょうみたいに思ってるかもしれないけれども私も30歳まで英語が全く喋れなくて英語大嫌い人間で日本人で何で英語喋んなきゃいけないのぐらいに開き直っっっちゃってたた時代もあったのでもやっぱり英語できないと本当生涯損するなっていうことでこの GLE にも関わってるし。 まあ今回2年前からこの石渡先生にお世話になって私も生徒として今勉強してます。ですからあのこれから皆さん2ヶ月間え練習を重ねていくときにかなりあの大変だなとかいろいろ悩みとかも出てくると思うんですけども同じ生徒の立場として皆さんのことをあのサポートできたらいいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしたらあの えー、倉敷さんは、えー、とリーダーがもう決まってるということなのでリーダーの子たちだけできたら画面の近くによってお話ができればなと思います。あと南山はまだ、えー、グループ分けもできてないってことなんですけれどもまた全員残っても大丈夫なのかそれとも誰か選抜して話を聞いてくれるのかどうでしょう すみません、ベラさん。はい。グループのやり方っていうのをちょっと教えてください。あはい。えっ、ー、と、本番で、えー、今、個人戦とグループ戦っていうのがあるんですね、枠が。で、今、大、あ、体、のー、いいその一つのグループを大体いい8人から10人に、あのー、分けてほしいんですけれども、その10人が、 1、えー、一つのグループになって1つの動画を作ってもらうんですね。この老匠のこのスピーチにちなんだ動画を撮ってもらう。それをこうまとめていってもらうリーダーを作ってほしいなと思ってます。でリーダーの,あの、まあ、どんなことをやってもらいたいかっていう細かいことをこれからあの説明していきたいなと思ってるんですけども。 わかりました。じゃあ、一緒に聞かせてください。いい <laughs> お願いします。倉敷さんも、皆さん、まだ残ってても、大丈夫なのかしら。いいですか。もしもし、聞こえますでしょうか。はい。えっと、ちょっと倉敷は、えっと、グループを、ちょっと変更。したいというのがあって。 また新しくちょっとリーダーを決め直したいんですよ。はい、なので少し時間もらってもよろしいですか？大丈夫です、はい。で、リーダーとサブリーダー以外はもうちょっと今日はえっ、ー、と授業とかもあるので、この後帰らせようと思いますので、はい、残りのリーダーサブリーダーのみでお願いします。はいはい 決め,決めちゃっても大丈夫ですか、決めに入っても。えっと、ベラさん聞こえますか。はい、そしたらですね、生徒会のメンバーでとりあえず残ってですね、あ,はい、あとまたあのグループに関してはあの、生徒会以外の生徒にまた連絡をするという形にしたいと思いますが、はい、よろしいですか。